皆さんこんにちは令和元年度診断士一次試験科目別解説動画運営管理こちらの内容をレック専任講師の立花が務めさせていただきます本日はどうぞよろしくお願いいたしますはいそれではですねこちらの動画をご覧いただきましてありがとうございます今回はですねこちらのフォーカステキストのま中にございますこちらですね購入者特典用の動画という形で、えー、まあ えー、今回の令和元年度のですね運営管理の一次試験の、まあ、解説を含めてですねお伝えさせていただくというような内容になっております。で、えーとまあ、こちらの今回のフォーカステキストなんですけれども、ふ、まあ、普段レックのコースを受けていただいているよという方と、あとは市販されているものになりますので、特にこうコースとか講座とか受けずにですね、えー、ご覧いただいている方といらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、 あのこちらのテキストの特色,特特色といたしましては「まあ、フォーカス」の名前にあるとおりですねかなりこう要点をですね絞り込んだ内容としております。でまあ、当然こう市販されているものになりますのでその他の学校さんのものとですね見比べていただいても、えー、まあわかるかなと思うんですけれどもやはり図が多め、えー、非常にこう図が多めになっていたりとかあとまあすごく文字も少なめというところです、ね、が特色かなと思います。 なので、まあ、その他社さんと、えー、ちょっと比較してみると劣る点としましては網羅性はすごくこう低いいのかなというとうころで,すでそのカバー率はその低いので、あのー、本試験ではですねこれに載っていないようなですね内容も出るというところは考えられます。ただ一方でその、えー、ここだけは確実に覚えてくださいねというところを明確にしておりますので、あのーまあ、学習においてですね無駄がなるべくこうないような。 最短距離行くようなですね、えーまあ、方針で、えー、進めさせて、そのううようなアプローチで進めさせていただいております。なので、えーと、こちらの内容を覚えておけば、特にこの運営管理という科目については、まあ、60点をですねキープできるのかなというような内容になっておりますので、この内容をしっかりですね覚えること、これをですねまず意識していただきたいなというふうに思います。 で,で今回の動画ではですねじゃあこちらのフォーカスの内容がどのようにこう試験の方に反映されているのというところですねメインにお伝えさせていただいてじゃあこのフォーカスを生かした学習の仕方どのような学習の進め方がいいのかというところにまで踏み込んでですねお話ができたらなというふうに思っております。はいじゃあまずですね 今回のその令和元年度、1年度のですね1次試験、こちらの運営管理の総括をさせていただければなというふうに思います。まずですね、科目合格率、まあこれ60点を超えた人たちですね、方々というところですね、まあ、前年に続き20%超え、22.8%と高水準ですよと。 令和1年度の本試験は中小企業診断協会が発表する統計資料によると科目合格率が22.8%と前年に引き続き高い数値でしたよという形ですで全体的にですね選択肢を絞りやすいような問題が多くですね基本知識が整理できていれば特伝源となる内容になっていましたというところですレックの平均点を見ていくんですが まあこちらレックの回答リサーチですね。毎年まあ200人、300人という方がですね、回答をこう、レックの方に出していただいた結果によるものなんですけれども、全体の平均点は令和元年度ですね、56点でしたよという形です。で、また合格点であるあここがかなり特徴なんですけれども、60点を超えた受験者の平均点は70点。一方で60点に満たなかった方の 平均点は、えー、34点はという形でかなり二極化したんですねなので、えー、できる人はかなりもう得点源になってたわけですねもう平均点が60あもう平均点70点ですかえー、70点という形なのでしっかり知識が定着している方にとってはもう得点源になるような内容になっていたと。一方でも60点に満たない という方はですねもう正直お話にならないと、えー、全く歯が立たなかったというような形になりますのでそもそもそのの基本知識ががグラグラしていたた方がちょっっと、えー、多かかなので運営管理というところ、えー、科目につきましては抑えるべき知識をしっかり抑えていればやはりその科目合格点である60点は超えていくと。 さらにですね、えー、まあ人によってはというか得、得意という得意科目にまで,です、ね、仕上げることができれば、得点源、他の科目のです、ねえー、まあ60点満たなかったものの得点をカバーするようなです、ね、科目になっていますよというようなイメージを持っていただけたらなと思います。はい、で、ちょっと推移を見ていくんですけれども。 えー、直近ですね5年間というところです。で平成29年度ですねちょっとここだけすごく、えー、低いんですね科目合格確率が3.1%という形なので100人受けて3人しかですねこの60点というものをですねクリアできなかったというような形です。で一方でそれを受けてじゃないんですけれども平成30年では非常にこう難化をしてというか。 ええー、いう形で科目合格率も25%でさらに平均点も60を超えるような、えー、ところでしたよというところですでこの平成29年度のこの、えー、科目合格率3.1%の年にちょっと注目していただきたいんですけれどもえ決してですね 全く歯が立たたななかったといいう内容ではないんではんすねこの3.1%という時もちょっとひねったちょっと考える応用力が必要だったっていうような、えー、内容になっておりますので正直言うとフォーカスの内容をしっかり理解できていればあの間違いなく60点は超えてくる、えー、内容になっておりましたなので、えー、この教室でですね、えー、通っていただいている方の中でも、えー、そんなになんか難しかったのっていうような印象を持たれた方が非常に多かったのかなという形です なのでその、えー、例えば他の科目ですね、えー、情報であったりとか法務であったりとかという科目は何て言うんですかねその専門資格、えー、その他の情報の資格からこう問題が出題されたりですとかあとはそのほかの法律の試験専門試験の内容から出題されたりとかもう難しい時ってもう本当になかなか歯が立ちにくいというような形になっているんですね。なのでそのでそ 科目合格率が低いとしてその平均点もかなり低いんですよね足切りをこう免れるところがですね、えー、一つこう、えー、そこにハードルがあるぐらいの、えー、内容になってしまっているんですただ一方で運営管理っていう科目はですね、えー、そのような、えー、ところと違いましてまずその問題1問あたりの得点がその ホームとか情報って4点なんですけれども運営管理につきましては2点から3点ですなのでその大きくですねその足切りになるような、えー、難しさになることはまず考えにくいつまりその得点安定しやすいというところがですね一つ特色なんです。でさらにですね、えー、基本的にはそんなにこう専門資格のようなですね、えー、すごくこう難しい内容から出てくるわけではないのでしっかりこう知識を、えー、身につけていれば高い水準 高得点が狙えるっていうところがですねポイントなんです。つまり運営管理というのはしっかり知識を身につけておけば高い得点水準を安定させやすいという科目なわけですね。しかもこちらの運営管理の内容って二次試験にも通ずるところになりますので、やはりですねこの一次試験においては学習の比重というのは非常にこう高めていただくことがすごく有効なのかなというふうに思います。 で、えー、まあ、その、過去ですね、3年ぐらいの科目、設問別のですね、えー、正答率というのをちょっと見ていきたいんですけれども、えーそそ、次のページですかね、こちらの表をちょっと見ていきましょうか。まず、えー、こちらのですね、平成29年度、平成30年度、えー、令和1年度という形で、え、直近の3年間において、 問で A ランクというのはその設問の正答率が60%以上の問題で B ランクは50%から59%派の範囲内の問題で C ランクは50%以下の問題というような形ですでこれをちょっと直近3年で見ていきたいんですけれども 平成29年度ですね。これは難しかった年です。先ほど言った科目合格率が3.1%の年ですね。で、この年は A ランク、B ランクで A ランクは17問、その60%以上の方が回答した問題が17問を取材されました。 でそのうちですね、えー、さらに B ランクの問題は6問でしたよとで。得点で見ていくと35点と13点になりますので合わせて48点だ,だったんですね。なので A ランクと B ランクを、えー、クリアしてるだけだとちょっと50点ぐらいしか取れない。つまり C ランク、この22問出題されているうちからですね、えー、いかにこう得点を、えー、稼いでいくかというところが重要だったわけですね。で一方、えー、この簡単になった平成30年度ですね。 25.9%、えー、かつ平均点が62点だった年なんですが、えー、A ランク問題が、えー、25問、えー、60点分で B ランク問題が6問13点分、えー、C ランク問題が12問27点分というような形でつまりそのもう大体の人が分かっている過半数以上というか、えー、60% 1% 100以上の人が分かっているような問題をちゃんと回答していれば60点が取れる内容ということですさらに2人に1人解ける問題を確実に正答しておけば60す13という形で73点取れたというような形なんですねなので2人に1人分かるような問題をしっかり取れていればかなりこう得点源にできる内容だったという形です さらにですね、令和元年度を見ていきますと、A ランク、B ランク、それぞれですね、18問、10問、かつ41点、23点という形になりますので、2人に1人が分かるような問題、これを確実に正当していけば、64点を確保できましたよと。つまり科目合格点は間違いなく確保できたよというような形なんですね。 で今回この30年29年度がその科目合格率3.1%とかで直近2年がすごくこう合格率が高いことを考えると若干イレギュラーに感じるかもしれないんですけれどもえその前のですね年とかを見てみてもやはりその A ランク問題 B ランク問題というものを確実にですね解けていればえ55点、えー、あるいは5678というところが取れてるというようなですね、えー、内容であることが多いです。 なのでえ何度も言うようにですね、その2人に1人が確実に解けるような問題え基本知識の内容をしっかり押さえていけば、まあ、間違いなく無理なくえ科目合格点というのは確保できるような内容になっているんですね。なので、えー、この「フォーカス」の内容もうこれで十分です。もう何度毎年言ってるんですけどもうこれで十分です。学習の手を広げる必要この運営管理に関してはもう本当にありませんのでここの内容を隅々までですねただ隅々までです。 えー、手は広げなくていいんですけれどもこの内容については隅々までですね、えー、しっかり押さえていただければ、えー、間違いなく、えー、60点は確保できるよというようなところですね肝に銘じて学習を進めていただけたらなというふうに思いますはいじゃあですね今回、えー、その令和元年度の試験において、えーまあ、A ランクはもうほとんどの人が解けるという形で BC ランクですねここの問題をいかに えーまあ、得点していくかっていうところにちょっとフォーカス、えー、していきたいなというふうに思,うは思います。で BC ランクはどのような問題が出てどのように対応していくのかということが、えー、についてですねお話をしていきます。で、えー、おそらくですねその BC ランクの問題というものをです、ね、イメージした時に基本的な対策だけでは難しい、えー、ような問題が出題されてるんじゃないかなとかっていうふうに思われると思うんですね。 ただ、その多くはですね、フォーカステキストでカバーしている基本論点であってですね、フォーカステキストの内容、これを正しく暗記できていれば、問題なく選択肢を絞り込める内容となっています。なので今回はですね、その BC ランクの問題、この一部についてですね、解説をしていきたいなというふうに思います。 はい、で、えーとまあその、今回ですね、BC ランクの問題という中で、いかにこのテキストの内容をですね、まあうん、正直、丸暗記でいいんですけれども、丸暗記プラスイメージを持てているかというところが、ですねちょっと問われる内容になってきます。なのでそのので、えー、結構そのレックの 教室講座あるいは通信講座というところではこのフォーカスの内容をイメージしやすい形で覚えてほしいという形で講義を、えー、しておりますので、まあ、今回ですね、えー、普段こう、えー、スクール講座の方には通っていない方もですね、えー、そこの内容についてですねイメージが湧くような形でお伝えできたらなというふうに思っておりますので、えー、そこを意識,意識して聞いていただけたらなと思います。 はい、まずですね経済的発注量 Q を表す数式として最も適切なものはどれかとただし D を1期当たりの推定所要量 C を1回あたりの発注費 H を1期当たりの保管費とするという問題です、はい、でもうこちらをご覧いただいている方はですねその経済的発注量というところですね、えー、まあ目にしたことはあるかなというふうに思うんですけれども 2の9ですかね、定量発注方式に関する部分ですね。2の9、定量発注方式に関する部分ですで。定量発注方式というのは、94ページにもある通りですね、常に一定量、発注量は一定なんですね、ある在庫量、発注点に達したタイミングで発注を出します。 でその、えー、発注を出して、えー、入荷しますよと。でまた在庫はどんどん減っていって発注点に達したら発注しますよと。で発注してからですね実際に納品するまでには時間がかかりますのでその間にも在庫は減っていきます。でまた一定量が入荷しますよと。発注点に達したら一定量発注。で時間が経つごとに在庫は減りますが一定量が入荷します。っていうのがこの定量発注方式なんですね。 でこの定量発注方式における発注量じゃあその一定の数って何を根拠何を基準に算出したらいいんですかというところなんですがこれがですね経済的発注量と EOQ と言われるものになりますで発注というものについてはですねトレードオフの関係にある費用が発生するわけですねそれが発注費と言われるものと え在庫費用と言われるものの2つです発注費というのは1回あたりの発注量を大きくすれば大きくするほど1回あたりの発注量ですね1回あたり10個発注するのか100個発注するのかという形で、えー、大きい方が発注,量は減りますあ発注費は減ります一方で在庫費用というのは1回あたりの発注量を大きくすれば大きくするほど在庫費用というのは大きくかかってしまうんですね。 なのでそのトレードオフの関係にある両者がイコールになる時この時がその在庫総費用というのが一番低くなりますよというような、えー、形になっているんですね。でこれを表す数式がですねこちらにある通り EOQ=√2RS。えー e えー、割ることの PI というものなんですけれども、もうこれがな何を言っているか全くわからないんですよね。やっぱ数式とかが出てくるとですね、すごく苦手かなと思います。もう私自身もそうです。で、今回はじゃあその、えー、問われているのがですね、そのまさにこの数式なんですね。<laughs> えー、ルート、えー、2RS 分の PI みたいな、えー、ごめんなさい、PI 分の2 RS というところが問われているんですけれども、あのー、なので先ほどの数式のところがですねなかなかこう暗記あるいは理解できていないとこの問題って対応しにくいんです。で経済的発注量というのはですねそこの難しさがまずどこにあるのかというところなんですけれども具体的実際の現場のイメージを置いてしまうとつまずくんですよね。なので概念的に えー、うっすらというかぼやっとイメージして、えー、イメージを持てるぐらい、えー、持っていただければいいかなっていうのが、えー、個人的な感覚なんですなので例えば <laughs> このですね先ほど見てきた PI 分、え、のー、2RS というところなんですが、えー、この P というのは商品の単価を表します えこの単価って何ですかって、何の単価、どの商品の単価ですかとかっていうのは結構疑問に湧きやすいところなんですけれども、なんかそこまでその現実際の現場に、えー、のイメージを持たなくても、えー、いいわけですね。じゃちょっとイメージについて見ていきたいなというふうに思います。はい、じゃあ、えー、っと、経済的発注量というのは、 経済的発注量ですね。というのは、どんな発注量かというとえ、在庫総費用が最も少ない、つまり最も経済的ということですね、コストが一番安い費用のことですよと。 でそのコストが安くなるのはいつですかということなんですがトレードオフのにある発注費と在庫費用がイコールの時ですよと。なので言ってしまえば経済的発注量というのは発注費用イコール。 在庫費用の時ですよという形です。で、発注費用というのは、s,、えー、s かける9分の R で求めます。もうこの何言ってるか全然わかんないですよね。 でこの S というのは1回あたりの発注費発注費って何ですかということなんですけども何でも含めますこうあんまりあのその辺を細かく深く考えないことです発注費には何,、えー、何でも含めます1回あたりの発注費には何でも含めますつまり発注する時にかかる電話代もそうかもしれないですしその電話をする人の えー、人件費もかかるかもしれないですし FAX だったらその通信費もかかるかもしれないですしあとは送料が自分負担であればその送料もかかるかもしれないですし発注ごとに発生しますよねなのでもうそれもろもろ含めますも,もろもろ含めますで捉えておいてください細かく考えないでえ9というのは1回あたりの発注量 1>, 1回あたり発注量で R というのは必要量ですねある期間における必要量という形ですでこの9分の R っていうのはそもそも何を示すかというと括弧でくくって発注回数を表すんですね発注回数を表しますつまり 100個必要なものを10個ずつ発注したら、発注回数って何回ですかね ?100 個必要なものを10個ずつ発注したら、発注は10回発生しますよね。10×10 10の100というのが発生しますよね。なので、発注費というのは、1回あたりの発注費を発注回数でかけたものですよというような形です。で、 ちょっとあの話がそれてしまうんですけれども、私ですね、あのまあ、普段こうコンタクトレンズをしているわけですけれども、コンタクトレンズをですね、インターネットの通販で購入しているんですね。で、えー、と昔はですね、その1ヶ月に1箱ずつ買ってたんです。で、大体ですね、えー、その家にこう送料、自分負担で、えー、毎回その1000円ずつあの送料としてお支払いをこうしていましたよという形です。つまり 1>, えと1回あたりの,その送料、えー、基本的に発注費、その送料しかかからないんですけれども、1000円負担してるんですね。で、必要量は年間まあ12箱、えー、12か月分が必要なんですけれども、えー、1箱ずつ買ってるんですね、ひ月つきに1箱,、えー、1箱ずつ買ってますよという形です。 なので、私、その、送料ですね。に、発注費用にですね1000、1000×12 箱分。つまり、1万2000円分を負担しているわけです。で、どうですかね無駄だと思います。無駄だと思いますよね。1万2000円分を毎年送料でかけてるんですかもったいなくないですかと。で、安くできる方法ちょっと私に教えてくださいと、言われた場合に、もう答えはここですよね。 そもそも何で1箱ずつ発注してるんですかともっと3箱ずつ発注したらいいじゃないですか3ヶ月分で3箱発注したら3割る12年間で4回しか発注回数が発生しないので送料も年間4,000円に抑えられますよとでさらに言えば12箱発注してしまえば年間1,000円で抑えられますよということになるわけですねなので この言ってしまえば1回あたりの発注量9を大きくすればするほど発注費用っていうのは小さくなるんですね1回あたりの発注量を小さくあ大きくすればするほどこっちは小さくなりますよという形ですただその私もですねその1ヶ月に1箱ずつ発注している意味もあるわけですよ なぜならば家が狭いその洗面台が狭すぎてあの、えー、コンタクトレンズ保管しておけないということなんですね、えー、コンタクトレンズもう1箱分しかうち狭くて置いておけないんですよと、えー、12ヶ月分12箱来たらもううちの家には置いておけません、えー、どっかの倉庫を借りないとダメですそうなるとそこの倉庫の、えー、借りる時のお金とかっていうのが発生してきてしまうんですね でまさに経済的発注量も同じ考え方で Q を大きくすればするこの Q をですね大きくすればするほど発注費用っていうのは小さくなるんですけれども何かが増えてしまうんですそれが在庫費用なんですねえ2分の 9pi で、えー、考えます。 二分の九というのが平均在庫量。 2分の9っていうのが平均在庫量。なんで1回あたりの発注量を2で割ったら平均在庫になるんですかこれは単純に、これも深く考えないことです。えー、便宜的に置いてるということですね。この、えーはい大体、だいたい普段在庫してる量って1回あたりの発注量の半分でしょうと、2で割ったもんでしょうっていうのを簡易的に置いてるだけです。なので、あんまりこう、深く考えないことと。で、それに対して、単価。 商品の単価でですすねこれ難しく考えないんですえ単価というのはえ P で表すんですけれどもこれ何で単価って書いてあるかというと単純に在庫を数量と金額で分解してるんですね分解してると1個あたりの、えー、量と単価に分けてますよとで大体この経済的発注量とかを計算するときは前年の決算書の えー、在庫量、消、え、費、ー、の在庫量に対して、BS の在庫量に対して、損益計算書、PL の、えー、その保管費とか管理費っていうのがどれぐらい、何パーセントぐらいかかってるのっていう形で、えー、簡易的まあ、えー、に求めますので、なので BS にあるその平均、えー、商品在庫というのを量と 単価に分けけててるっていうだけなんですね分解してますよっていう考え方なんです。なんでどの商品の単価ですかって不可考えないことですで。先ほど言ったようにじゃあその BS の在庫量在庫金額に対してどれぐらいの保管費がかかってるのというのを、まあ、保管比率で表しますという形です。 なので先ほど言ったようにですね発注費用を抑えるためには Q をグーッときくしてあげれば発注費というのは抑えられますただ一方で在庫費用のここの9この9一緒なんですね1回あたりの発注量というところで一緒なのでこれが大きくなればなるほどそれにかかる保管費用比率というのがかかって在庫費用が増えてしまいますよとなのでその両者のトレードオフ がイコールになる時これが最も経済的ですよという話なんですね。じゃあ最終的にこの EOQ=PI 分の 2RS なぜこれになるのかというところを見ていくんですけれども発注費用は s かける q 分の R でしたよね。これイコール =2 分の9 p i になる時ですよと。 でこ,のこういう計算するときに分数があるとちょっとややこしくなりますよね。じゃあ分数を消しましょうという形で両辺に、えー、29ですかね。両辺にかける29をしますよという形です。そうすると 2sr=9 次乗 pi という形になるわけですね。 で求めたいのは経済的発注量なんですね。1回あたりの発注量がどれぐらいになるかというのを求めているので、Q 事情イコール、えー、2SR、ね、になりますよと。これ、Q イコールにするわけですね。これを Q イコールにして、えー、PI をこっちに持っていくと。なので、PI 分の 2SR になりますよと。 で、この事情を外したいので1回あたりの発注量はルート 2SR 分の PI になりますよというような形なんですね。はい、まあ、ここまでたどり着いたわけですこういうことなんです。なのでそのあんまりこう深く考えずに概念的に覚えますよと。で、えー、発注量1回あたりの発注量を大きくすれば発注費用は小さくなりますが。 一方で在庫費用というのは大きくなってしまいまいすとなのでこの式に最終的には成り立っていきますよという形なんですね。はい、で、えー、これを押さえた上でじゃあちょっとあの解いたことがない方もですねちょっと解いてみましょうか、えー、経済的発注量9を表す数式として最も適切なものはどれかと、えー、ただし D を、えー、1期あたりの推定所要量これ必要量のことですね。 で C を1回あたりの発注費、H を、A、1個1機当たりの保管費とするという形です。で、それぞれから選べというような形なわけですけれども、どうですかね、ちょっと選んでみましょうか。見づらいか、よいしょ。 まあいいですよね、えー。基本的には先ほどの 2SR 分の Q, えーあ、ごめんなさい、えー、と PI 分の 2SR というような形と一緒になりますので、保管比というのは I でしたね。先ほどの数式で見たところの、この I のことを言います。なので、分母にきます、えー。まず H が分母に来るものという形で、もう A しかないんですけれども、えー、H が、A、分母に来るだろうと。で、必要量は R。 で発注費は S1 回当たりの発注費は S だったのでこれですね発注費と必要量というような形になりますので DC2DC DC というものが分子に来ますよとなので A が正解というような問題でしたやはりですねこの辺りの問題は勝負を分,かれ分けるわけですね 56.5という形になるのでまあ、解ける方については今の流れ、えー、話してきた流れがつかめている方というのはですねあはいこれっていうのがですねパッと選べるんですけれどもちょっとですねつまずいてしまう方についてはいなかなかえー解きにくいという問題になっていたよということです。 で続いてじゃあ見ていきましょう、えー、第16問ですね PTS4 に関する、えー、記述として最も適切なものはどれかというような問題ですでこれ非常に正答率が低いんですねちょっと内容を読んでいきましょうかもうすでに学習されている方はもう答えられちゃうかもしれないですね まずはえ機械によってコントロールされる時間及び躊躇や判断を必要とする作業時間も含めてほとんどの作業時間を算出することができる手法ですよと。いえ個人的判断によらない正確かつ公平な時間値を設定する方法ですよと。でうえ人の行うすべての作業をそれを構成する要素作業に分解しえその要素作業の性質と条件に応じて前もって定められた時間値を当てはめる手法であると。 でえ標準時間を構成する余裕時間を算出する方法であるということですね。で、えっ、ー、とこの問題の特徴的なのが、あのー、60点を超えてきた人の、えー、平均点という平均正答率と60点を超えられなかった人の正答率っていうのは逆転してるんですね。 逆転ししてるんでですすななかなか珍しいパターンなんですつまりその科目合格をした人は、えー、この問題を落としているケースというのが非常に多くてあの逆に言うとラッキーっていうかこう、えー、運でですね、えー、なんとなくこれかなで選んだ人の方が当たってるというようなですね問題になっていますつまり引っかかっちゃってるというケース分かっている人ほど引っかかりやすいという問題なんです。で 問題の内容にあるこの PTS 法って何ということなんですけれどもテキストで言うと時間研究の範囲ですね。時間研究の範囲で132ページですね。PTS 法といわれるものです。 で大きくですね時間研究その時間の測定作業時間の測定方法で大きくこのストップウォッチ法のような直接測定法と PTS 法のような間接測定法の2つがあるわけですでまずじゃあ直接測定法の方がイメージわかり分きやすいと思うんですけれども、えー、実際に時間を測定しますよと。 その人の人作業時間ある作業時間どれぐらいかかってるのといった時ってやはりそのストップウォッチとかで測るのがいいですよねわかりやすいイメージしやすいですよねでああこの作業には、えー、15分かかったんだなとか、えー、この作業には、えー、20秒だったんだなとかっていうのって、えー、正確な時間値が測れるかなというふうに思いますよね。たただ、えー、この時時間間研究で求めたいいのののののってその人人の速さというよりも普通の人が この作業をやったら大体どれぐらいの時間になるのと、まあ、標準時間、まあ、標準化っていうかこうマニュアル化みたいな言い方すると思うんですけれども誰がやってもこの時間ぐらいになるよっていう時間を算出したいんですねこの時間研究って。なのでストップウォッチで測った場合ですねストップウォッチでその人の時間を測った場合その人の能力の個人差っていうのがどうしても数字に反映されてしまうわけですね。 つまりその熟練のベテランの人の作業を図った場合はそのの普通の人よりもがぜん早いわけです。なので普通の人の作業時間にこうえ戻してあげる補正する手続き、えー、というのが必要だったりとか、まあ、その辺のちょっと難しさが、えー、ストップウォッチ法だと生じてしまうんですね。ただ一方で下にある PTS 法これ間接測定法の一種なんですけれども時間を計りません。 作業時間を実際に測定しないんですじゃあどうやって作業時間を見積もるかというとその人の細かい動素、えー、動素レベルの時間値っていうものをあらかじめ決めておいてそれを作業条件に応じて積み上げていく考え方なんですね。ま,あ、まだイメージしにくいと思うんですけれども言ってしまえば人というものは手を 1cm 伸ばすのに だいたい0.01秒かかるみたいなイメージですねなので、えー 10, えー、10センチ伸ばす場合は、えー、0.1ですかね、えー、0.1秒かかるとかっていう形ですなのでその条件に応じて、えー、手腕を伸ばすとか物をつかむとかそういうい細かい動作に、えー、動作レベルの基準時間というものをその作業条件に合わせて積み上げていく 積み木のように積み上げていくような考え方これが PTS 法なんですでもう言ってしまえばその動素レベル人というのはその1センチ手を前に動かすのに何秒というものですねもう人間工学に基づいたものにでありますので個人差というのが発生しないわけですねなのでそのストップウォッチ法で発生していて発生していたその測られた対象の人 のの熟度のレベルとかに影響を受けないというところがですねこの PTS 法のメリットなんですでその個人差を補正する手続きのことをレーティングというんですがストップウォッチ法はレーティングが必要ですレイティングを行いますすすななぜららば個人差が発生するからですねで一方で PTS 法というのは個人差が発生しないのでレーティングが不要なんですねこの辺はよく法試験でも出ます はいでこの PTS 法に関する何となくこのイメージがつかめた中でですねちょっともう一度問題見ていきたいんですけれども、えー、まず A ですね機械によってコントロールされる時間および躊躇や判断を必要とする作業時間も含めてほとんどの作業時間を算出することができるとあるんですけれどもさっき PTS 法って誰の動きに基づいてって話しましたっけ PTS 法は人間というのはなんですね人間というのは腕を1センチ伸ばすのに0点何秒かかるっていう形なので機械の作業時間というものは測定ができませんなのでこの132ページにも書いてあるわけですねデメリットとして機械作業には適用不可という形ですなのでまあ、あは違うですよ。違いますよと 機械によっててとといいいいいうころ違ますす続でね個人的判断によらない正確かつ公平な時間値を設定する方法なんとなく正しそうですよね。個人的判断によらない、まあ、個人差が発生しないとでかつ公平な時間値を設定できますよと、まあ、なんか正しそうですと一旦保留しましょうと。 で,ですね人の行うすべての作業をそれを構成する要素作業に分解しその要素作業の性質と条件に応じて前もって定められた時間値を当ては,まる当てはめる手法であると。でこれも正しそうなイメージですよねテキストにも書いてあります。その基本動作の性質と条件に応じて前もって決めておいた時間値を積み上げることで。 作業時間を見積もる手法ですよと。あれなんかこれも正しそうだなという形でちょっと放流しますよと。で A ですね標準時間を構成する余裕時間を算出する方法であるということなんです。これはまあ外掛け法とか内掛け法ですかねちょっと話が違うかなと。まあ131ページに書いてあるこの外掛け法とか内掛け法に関する話かなという形になるのでこれは違います。 p t s 法は特に賞味時間を求めるというような形になりますのでこれは違いますよと。で「い」と「う」で悩むんですけれどもやはりですねその p t s 法に関するイメージというのが持てている人つまりその 60%60 60点科目合格点を確保する人っていうのは前もって決められていた時間値を積み上げる手法だっていうのがちゃんと頭に入っているわけですね。なので 正解は「う」だというところを選んでしまうんですけれどもこれ違うんですね×なわけですえどこが違うかというとすごい細かいですここですそれを構成する要素作業に分解しその要素作業の性質と条件に応じてというところですねではなくて基本動作なんですね言ってしまえば動素です 微細動作このえ作業と動作の違いなんですけれども作業というのは切削とか溶接とかっていうある一連の作業のことをですね作業というんですね。でその作業を行うためには人が腕をんですかね、えーまあ、工具を握ってその加工物を叩いてとか。 が必要ですよね。そのためにまあ腕を持ち上げてとかっていうのは動作なんですね。動作。あるいは動作とかっていうところなんです。で、PTS 法は作業の積み重ねではなくて、その何か物を持ち上げるとか叩くとかっていうのの動作の積み上げなんですね。なので、えこちらが違います。こちらは違いますよと。となので、意が正解という問題でした。 これちょっと難しかったです。なので、やはりですね、しっかり学習した人の中でもですね、このような穴が出てきてしまうというところがありますので、このあたりに注意しましょうよという形です。<laughs> はい、じゃあ続いてですね、第18問、保全活動というところを見ていきたいんですが、これ毎年というかよく出ます。正答率32%という問題なんですけれども、 テキストの内容っていうのは、覚えた気になるというのが一番怖いんですね。覚えるべきところをしっかり覚えるというところが非常に重要になっていきます。で、保全活動でよく出てくるのはですね、やはりその保全活動それぞれの意味というようなところになりますので、<laughs> テキストで言うところの、 この151ページにあるそれぞれの保全の内容というのは確実に覚えましょうというところを講義で説明をさせていただいておりますで。なぜ確実に覚えなきゃいけないかというと、出題者が出しやすいからなんですね、単純に。予防保全と予知保全の違いは何か、まあ、言ってしまいまその選択肢の中には予防保全の記述が書いてあって、これを予知保全というツ。 あるいは保全予防と予防保全とかっていうのがあるんですねなのでもう出題者としてはすごくこれ出しやすいんですよなのでここの内容については正しく整理しましょうよということですで、保全って何かというとその設備の性能を維持するための計画点検検査調整整備修理取り替えなどま諸、あ、々、えー、もろもろを含みますよという形です つまり保全活動というのはその設備の性能の維持あるいは性能の改善を図っていく活動ですよとでその維持改善のために事細かくですねこのようなものに分類されていきますよという形ですなのでそのまず分類というのを覚えておかなきゃいけないんですけれども,もうこれは絶対にですね講座でも言っているんですが確実に白い状態から書けるようにしてくださいと。 で先生、その話ばっかりしますよねっていうふうに本当に教室でも言われるんですけれども、じゃあ書いてみてくださいよと言った時にですね全然書けない人が多いです。なので、あのしっかりですねあのここは書くべきというところはですね得点に響いてきますので、しっかり書けるようにしてください。はい、で、保全活動ですねえ。まず2つに分かれるわけです。保全活動というのは2つに分かれます。 性能を維持するための維持活動と性能を改善するための改善活動に分かれますよと。はい、で、性能を維持するために、えー、まあ人間と一緒です、健康を保つためにですね、予防をします。 これは予防保全と言いますでもう一つが事後保全ですね。故障をしてしまった、あるいは、えー、風邪をひいてしまった後の、まあ、対応ですね。が事後保全ですで。予防保全がさらに2つに分かれます。1つが定期保全ですね。時間基準で毎日何時に何をするという定期保全。 あれ1週間に1回何かをする運動をするとかっていうことですね。でもう一つが、えー、状態基準の予知保全ですね。熱が3 6 ° 8を超えたらこれをするとか設備の場合もなんかその設備の温度がこの温度になったらこういう対策をしておくとかっていうのが維持するための保全活動です。 一方で改善活動は2つだけ、えー。改良保全ですね。設備が故障しにくくなるように、えー、だったりとか、性能劣化が発生しないような、えー、ものに改良をしていく改良保全。と、もう1つが保全予防です。保全予防というのは、 保全ってめんどくさいんですよ。点検したりとか、えー、修理したりとか、えー、あれ整備したり、メンテナンスしたりってめんどくさいわけですね。なのでそもそも保全というものが発生しなくてもいいように、次世代設備の計画設計段階において、故障しない設備開発を行うための手段を講じる保全活動なんですね。 なので、この改良保全と保全、えー、保全予防の違いなんですけれども、改良保全は今ある、今持っている、今自社で使っている設備を改良する、改善するのが改良保全。一方で、保全予防というのは将来ですね、次、時期に導入する設備は、こういうところ気をつけて設計しようね、開発しようね、というところですね、織り込んだ活動が入ってきますよ、と。 そういうイメージを持っていただければ結構です。今ある設備の改良と、将来の導入する予定の設備の設計段階から踏み込んだ保全ということですね。はい。で、この図というのはやっぱりスラスラ書けないといけないですよというところは覚えておいてください。はい。で、第18問ですね。令和元年度。これちょっとやはりさらに難しかったんですね。保全というものを知っておいてですね。 えー、それぞれ各、えー、説問でもやっぱ予知保全体制とか予防保全を実施とか、えー、というのもその定期保全を実施っていうのが書いてあるんですけれどもさらにですね、えー、このバスタブ曲線というところに対する理解と、えー、整合性を持ってお、えー、く必要がありましたよということです。でバスタブ曲線って何とということなんですけれども こちらはですね、設備の故障率とえ時間というもの。これを、えー、故障率と時間によるこの、えー、マトリックスを表したものなんですね。グラフ、えー、にしたものなんですね。で、故障率というのは,は、初めですね、は高いです。安定するまでは初期故障期間という形で、えー、設計段階におけるその故障とかっていうのが発生しやすくなりますよということです。初期故障ですね。 で、えー、そこからですね設備も安定していくと、えー、偶発故障期間という形で故障率がこうある低い水準で一定になりますよとただ、えー、設備もですね、えー、摩耗劣化というところが発生してきますので、えー、摩耗故障期間においてはまた故障率が高くなりますよとでこれがバスタブ用のような形状になっていることからバスタブ曲線という名前がついております。 なので言ってしまえば、その先ほど保全活動はめんどくさいというお話をさせていただいたんです。コストがかかるわけですよね。なので、偶発故障期間のような時というのは、なるべく保全を、えー、極力、極力控えるというか、ただ予防保全をガンガンやりません。事後保全で対応しますよと。そもそも発生率が低いからですね。ただ一方で、発生率が高い時というのは、 保全をしっかり行う必要がありますよと。じゃないとラインがストップしてしまったりということが発生しますので、予防保全でしっかり保全をしていきますということが重要なんですね。コストをかけてでもですね、保全をしていくことが重要と、はい。で、選択肢の方を見ていきますと、このような形ですね。まずあ 偶発故障期にある設備の保全対策体制として部品の寿命が来る前に部品を交換し故障の未然防止を図る必要があるため予知保全体制を確立することが重要であるとあるんですが偶発故障期というのは先ほど言ったように もうあまりこう故障が発生しなくしにくくなってくると。なので予防保全をガンガンするのではなくて、事後保全で対応しますという、あるいは定期保全ですかね。割と頻度が長めの定期保全をしたりという形になるので、不適切ですよという形です。 はい。で、E いいですね。初期故障期にある設備では、設計ミスや潜在的な欠陥による故障が発生する可能性が高く、調整、修復を目的とした予防保全を実施すると。まあ、間違ってなさそうですね。まあ、さそうというところで一応、えー、次に読み進めます。 はいで,はですね。設備の故障率は使用開始直後に徐々に増加し、ある期間が、えー、過ぎると一定となり、その後、劣化の進行とともに故障率は減少すると。これ逆ですね。設備の故障率は使用開始直後に徐々に減少して、えー、一定の数値を保ち、で摩耗とかが発生すると増加するという形になるので、これ明らかに間違いですね。 はいでですね、定期保全とは、従来の故障記録などから周期を決めて、周期ごとに行う保全方式で、初期故障機におけるある設備に対して実施されるという形です。で、これ初期故障機というところがポイントなんですね。従来の故障記録などから周期を決めて、周期ごとに行う保全方式なので、従来の故障記録があるのって、初期よりも、 後ろの方が多いわけですよね、えー、設備をある程度使っている時に、えー、その故障記録というのが発生してくるのであじゃあやはり週に1回ぐらいはメンテナンスしようかなっていうのが知識としてて蓄積されていくわけです一方で初期故障機というのはまだその記録とかもないんですね。 なので、どちらかというとですね、予知保全のような形で、これはまずそうだなとかっていうところを、兆候を予測してですね、保全活動をやった方が適しているわけです。なので、まあちょっと難しいんですが、ここ、意と絵で悩んで、まずそこは重要です。意と絵でまず悩むということが重要です。あと、エウは違うということですね。 で、最終的にここはやっぱり引っかかるので、A ではなくて、E を選ぶというところがですね、この問題の解き方だったのかなという形です。はい、というような形ですね。じゃ続いて見ていきます。33問ですね。 また今度発注方式というところなんですが第33問最寄り品を主に扱う小売店舗における在庫管理に関する記述として最も適切なものはどれかという形ですで運営管理って、えー、と大きく分けると3つに分けられるわけですね、えー、1つが生産もう1つが店舗販売で3つ,3つ目が物流という形です でこの3つにおいて在庫のの論点っていうのはすて絡んできます生産においては原材料であったりとか部品の在庫、えー、管理ですねというのが問われますし店舗であればその商品の在庫というところがですね問われますしまた、えー、物流においても倉庫の在庫と、えー、流通上段階上の在庫というところが問われますので、ねえー、在庫の論点というのはやはり確実にですね、えー、抑えておく必要があります。 で在庫というのはですね必要な時には多く持っておいて必要のない時は少なく持っておくということが重要なんですけれども在庫をコントロールする手段というのは先ほども見てきた発注にあるわけですね。なので発注方式についてはよく問われます。こちらにもある通り定期発注方式定量発注方式とこの大きく2つですねについては問われますよと。 はい。なので、えー、テキスト、えー、フォーカステキストの中だと、その発注方式って、この92ページとの定量発注方式と98ページの定期発注方式にあるので、ちょっと生産っぽく見られるかもしれないんですが、す、え、べ、ー、てのですね、えー、分野において、まあ、痛感するような、えー、内容になっていますよと。で、問われ方としてはですね、えー、94ページのこの、 発注式の特徴と書かれている通りなんですけれども、えー、図表この図表であったりとか計算式ですね、えー、から、えー、導き出されることが多いですよとつまりそのこの場合の発注量はいくつかみたいな形で計算させる問題よりもそもそもの式の内容ですね この辺の発注点の求め方の式とか、で、これで、えー、調達期間を長くした場合は、発注点は増えるか、えー、大きくなるか小さくなるか、みたいなことが問われるケースが非常に多いんですね。なので、ここの式の理解というものは持っておきましょうという形です。 はいでちょっともう、質問の方ですね、見ていくんですが、これ、正答率44.7%、本来はもっと取れていなきゃいけないということです、そんなに難しくないです。はいで、A ですね、定期発注方式を採用した場合、安全在庫を計算する際に考慮する需要変動の期間は、調達期間と発注間隔の合計期間であるという形なんですけれども、うん、まあ、正しそうですよね、正しそうです。 もう定期発注方式の公式というのは頭に入っているはずなわけなんですね。発注量は在庫調整期間中の予想消費量現在の在庫量プラス発注算プラス安全在庫量という形なんですけれども、この在庫調整期間というのがこちらですね。 えー、発注サイクルと、えー、調達期間、えー、この足したものですよという形です。なので、調達期間と発注間隔、これ、発注サイクルのことですね、この合計期間における需要量、予想消費量か、予想消費量と、えー、それに必要な安全在庫というものをですね、えー、見越して、発注量を求めますよという形になるので、正しそうです。 でその下見ていきましょう定期発注方式を採用した場合需要予測量から有効在庫を差し引いた値が発注量になりますよという形なんですけれども何かが足りないということです何かが足りないと <laughs> 先ほど見てきた通りです在庫調整期間中の予想消費量とでこの現在の在庫量と発注算というのはこれは有効在庫というものを表しています でプラス安全在庫が必要ということですね。プラス安全在庫。この辺はよく出ますね。安全在庫がないっていうのがですね。よく出ますので注意しましょう。なので不適切ですよと。はいで、うですね。定量発注方式を採用した場合、調達期間が長いほど発注点を低くした方設定した方が欠品は発生しにくいという形なんですけど、明らかに×ですね。 で本来調達期間が長い場合ななんですすけれども発注点というのは高くなります調達期間,え長い期間、えー、この調達期間発注してから入荷するまでが時間が長い場合はある程度発注点を高くしておかないと欠品が生じてしまうんですねなぜならば発注しても入ってこないからですねここで発注をしても入ってくるまでにはリードタイムがあるからですこれれが長ければ長けばいほど当然 入荷するまで,で時間がかかるので欠品が発生しちゃう可能性がありますよと。なので調達期間が長ければ長いほど発注点を高くしておく必要がありますよということなんです。なので不適切ですね。はいで、ですね定量発注方式を採用した場合の安全在庫は調達期間が1日であれば常にゼロになるということなんですがこの常にとかっていうときはです、ね、間違いであるか、えー、可能性が非常に高いですね。 調達期間が1日であれば、えー、安全在庫は常にゼロになるということはありません。えー、調達期間が1日であっても、えー、その時に発生しそうな、えー、欠品確率というものをもとに安全在庫を求めますので不適切ですよと。 はい、でをですね発注点を下回った時の有効在庫と補充点との差の数量を発注するように運用すれば、補充直後の在庫量は常に一定になるというところなんですが、これも間違いですね。で、この補充点というのはですね、補充点発注方式というところで、テキストの100ページに載っています、その他の発注方式ですね。 で補充点方式補充点方式補充点方式ってあるんですがここれ言ってしまえば満タン発注のことですえ定期補充点方式というのはある一定間隔で満タン発注しますよと。で発注点補充点方式というのは発注点に達した段階で満タン発注しますよと。で定期発注点補充点方式というのはある一定間隔で在庫量を見て発注点を下回っていたら満タン発注しますよという発注方式です。 で、えー、こちらはですね有効在庫今持っている在庫と満タンの在庫の差の数量を発注するというところは正しいんですけれどもこちらが違いますよと、まあ、特にまた「常に」という言葉がついてますね、えー、補充直後の在庫量は常に一定になる発注は満タンになるように発注するんですけれど発注時にはですね 発注時には満タンになるように発注するんですけれどもその後のその在庫は減りますよね入荷するまでに在庫が減っていくのでなので実際の入荷した時というのは在庫量というのは違いますまたこの在庫の減るスピードというのがゆっくりであれば、えー、まあ、そんなに落ちないというかですね入荷した時にはこの量になったりとか 発注点になっているときに満タンになるように発注はするんですけれども、えー、入荷後というときの数字というのは違いますよと。なので違いますという形です。よっても、あが正解という問題ですね。これは解けなきゃいけない問題でしたよという形です。<laughs> はい。でですね、えっ、ー、と、ここから見ていくのは今度は物流というところなんですが、物流は非常にこう差がわかりやすいです。 でえー、とその生産の部分というのは何て言うんですかね、えー、やはりその普段のお仕事でその工場を管理している方とかって結構この試験受けてる方少ないんですよねなので普段こう仕事で、えー、あんまり密接に関わりがないので苦手にしている方非常に多いんですで物流も同様なんですね、えー、物流も普段んのお仕事の中でですねなかなかこう絡みのないという方が多いというところがありますので、えー、苦手とされている方が多いと。 ただ物流の特徴としては過去問え、過去に問われた言葉というのが繰り返し繰り返し問われているので対策がすごく行いやすいんですね。なので、えー、そこのですね、えー、よく問われるところの用語これさえ整理できていれば本来は得点できる確実に得点できるところなんです。なのでまあ努力が、えー、身を結びやすい分野としてですね押さえていただけるといいかなというふうに思います。はいで、で第35問ですね。 一見すると、すごく難しそうに見えるんです。例えば、あ、価格混載はバスなどの公共交通機関による実施に限られ、トラックによる実施は禁止されている。そんなことはなかなか知らない人が多いかなというふうに思います。 で共同輸送は複数の荷主の商品をトラック1台に混載しているため複数の荷主にとって納品先が一致している場合に限り行われるこういうい限りとかがあると、まあ、間違いである可能性は非常に高いですちょっと一個飛ばしてえラウンド輸送はオールの車両の積載率を高める輸送形態であり袋は空車になるとこんなラウンド輸送なんて言葉フォーカステキストテキストには載っていませんでしたよと いう方も多いかなと思うんですがそもそもですね「う」ですねこのミルクランは複数の荷主を回って商品を集めることであるということさえ知っていればもうこれで正解なわけですよ今回は、えー、他の問題がの不適切な部分というので絞っていくのではなくてこれが間違いなく正しいというところで、えー「丸をつけるべき問題だったなという形です。 なんで、こあ正答率56.5なんですけれども、本来はもっと高くなきゃいけないかなというふうに思います。じゃあ、そのミルクランについて、どこに書かれているかというと、298ページですね。 牛乳業者が地域内の酪農家を巡って牛乳を集める方式になぞらえ1つの車両で複数の発火主、着火主のところを回って配送荷物を集荷あるいは配送する方式ですよと1つの取引先では十分な輸配送ロットに達しなくとも複数の荷主を巡回して集荷することで積載効率を上げ輸配送費の削減を図りますという形です。 でまあ、講座ではですね主にこうメーカーの、えー、立場で、えー、ちょっと図を描きながらっていうケースが、えー、説明するケースが多いですかね。ミルクラン方式。で、メーカーですね。えー、製造業って多くの部品メーカーから原材料とかっていうのを、えー、調達してですね、それを製品に。 仕上げるというケースが多いの多いんですね。でそれぞれの部品っていうのは、まあ、各社あるわけですけれども、えー、調達量が少なかったりと、まあ、多品種少量になってしまうと無駄なわけですね。そんなに、えー、量がないのに各社から 発注して入荷するでこの時の送料がこっち、えー、メーカー負担だったら、まあ、もったいないわけですよねもったいないわけですそんなに、えー、量が少ないのにというのがもったいないとじゃあそもそももう車を出してしまおうかということですね車を出して各社を回っていけば ここで発生する送料というのは、えーまあ、かからなくなりますし、えーまあ、そ,のそれぞれが小ロットになっても、えー、各社を回ることによって積載効率トラックの,この積載効率というのも高めることができますよとこれをミルクラン方式というわけですね。はい、なのでですね一見ちょっと難しそうというふうに思われるかもしれないんですけれどもまあもう基本テキストに書いてある内容ですよとこれで選択肢が絞れますよということです。 はい、で、えーまあ、今回の、えー、解説動画ではちょっと最後にしたいなというふうに思うんですが第37問ですね物流センターの運営に関する記述として最も不適切な,あの適切なものはどれかという形です。 でえっ、ー、とまあ生率46.4%という形なんですけれども確かにちょっと難しいところはあります例えば「オの選択肢のような形ですねトラックドライバーが集品先または納品先の荷主の倉庫内でフォークリフトを使用することは法律で禁止されているでこの辺は、まあ、なかなかですね知らないという方も多いかなというふうに思いますでどうやってじゃあその得点の確率を上げていくかというところなんですけれどもやはりこの「う」とか「エですね 固定ロケーション管理あるいは摘み取り方式ピッキングというところよく出るところなんですねでこれを間違いなく不適切だというふうに指摘することがまず必要なんですね選択肢を絞ることが必要ですでまず「う」を見ていきましょう固定ロケーション管理は在庫量が減少しても保管スペースを有効に活用できるため保管効率が高いというところですが ロケーション管理については298ページですかね、まあ、保管という形で書いてありますでその管理の仕方として299ページにあるように固定ロケーション管理あるいはフリーロケーション管理という2つがありますよという形ですでこの2つの違いなんですけれども ロケーション管理って、じゃあその商品の倉庫、えー、物流倉庫みたいなものに今いることをイメージしていただいて、まあ、たくさんこう商品があるわけですね。で、その商品をどこの棚に置いて管理するかみたいなものをですね、行うことがこのロケーション管理です。で、2つのイメージをちょっとですね、図にしてみたいなと思うんですが。 固定ロケーション管理固定ロケーションの場合は商品を保管する棚がありますよとこれ全部棚の間口だとしてでここの棚には A っていう商品しか入れちゃいけないですよここの棚には B しか入れちゃいけないですよここには C しか入れちゃいけない D しか入れちゃいけないですよっていう形で間口と 入れる商品というのを固定するのが固定ロケーションなんですね。なので、品物は整理しやすいですよね。ここには A しか入ってないですし、ここには B しか入っていないですし、ここには D しか入っていないと。なので、えーまあ、商品をピッキング。ここの棚から商品を 抜いてくる時をちょっと考えていただきたいんですけれどもえ、固定ロケーションの場合であれば、どこに何があるかって分かりやすいですね。もう人間の感覚で分かりやすいですよね。A はここだとか、C はここだとかっていうのが分かりやすいんです。なので、ピッキング作業が行いやすいというのが、この固定ロケーションの特徴です。ただ一個デメリットがあるんですね。デメリットは、ここに空いたスペースがたくさんできてしまうんですね。 品物が、えー、今その在庫してないとかってなると、えー、スペースが空いてしまうのでそのスペースの有効活用というのが難しいというところがあるんですで一方でフリーロケーションはその逆です <laughs> もう品物と間口というのは全く固定しません全く固定せずに入ってきた順に品商品を 入れていくようななイメージなんですね A が入ってきたらここ AB が入ってきたらここ Z だったらまあ次 Z 入ってきたら次に並べますよとで F とか HI とかっていう形でもう入ってきた順にですね入荷した順にどん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 空いてるところにバン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 詰めていくっていうような形なんですね。で当然。 このような形で詰めていくと、何かがしにくいのってわかりますよね。何がどこにあるかわかりにくいですよと。なので、ピッキングしにくくないですかっていうのがあるかなと思います。もうその通りです。人によるピッキングというのはすごく行いにくいというところがデメリットなわけですね。で、一方でメリットとしては、もう入ってきた商品をガンガン入れられるので、別にこの固定されて、 えー、オラズですね場所に限らず、えー、製品をガン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 入れていけるので、えー、スペースを有効活用しやすいというところがポイントですで固定ロケーションとは全く逆なんですねなので有効活用しやすいとで先ほどそのフリーロケーションのデメリットっていうのをお話ししましたよね人によるピッキングがしにくいと何がどこにあるかっていうのが分かりにくいとただ最近はそこの難しさっていうのが 減っているわけですね。なぜかといえば、人によるピッキングというのが必要なくなってきているからです。デジタル化が進んでいるわけですね。なので、この入荷するときに、この商品を陳列していくときにですね、えー、バーコードをピット読んで、レ商品 A を1番の棚に入れますよ。次、商品 Z をピット読んで、商品 Z を1番の棚に入れますよ。 商品 C をピッと呼んでこれも1番の棚に入れますよっていうのを情報を蓄積していくことによってですね今度 Z を出したいっていうのを今度ピピピッと入力をしたら Z は今1番の棚にありますみたいなレシートが出てきてですねあるいはまあそこの棚がピッピッと光ったりしてでそこを頼りに商品抜いていけばいいわけですなので人によるピッキングの難しさっていうのがこのフリーロケーションの場合でも最近は。 え少なくなってますよと。なので主流は今フリーロケーションなんですね。はい、というような形です。そうなってくると、えーですね、固定ロケーション管理は在庫量が減少しても保管スペースを有効に活用でき えー、できるため、えー、保管効率が高いというような形ですが、えー、在庫量が減少してもというところが間違いですね。あごめんなさい、えーと、固定ロケーションですね、えー、これフリーロケーションに関する、えー、話です、えー。固定ロケーションの場合は、えー、在庫量が減少してしまうと、空いたスペースができてしまうので、えー、保管効率というのは低くなりやすいというところなので、えー、間違いですよという形です。 いやその下ですねええ、今度はピッキング方式、え積み取り方式ピッキング、えー、というところなんですがえ、ピッキング方式は多く分けて2つです。え積み取り方式あ、積み取り方式と種まき方式ですね。テキストで言うと、えー、こちらですね、299ページ、先ほどのロケーション管理の下にありますよという形です。 でオーダーピッキングシング,ルシングルピッキングの場合はそのオーダーごとにですね商品を各棚に行って抜いてくるという方式です一方でタレ巻きピッキングというのは A から E のお客さん全全てのお客さんからですね注文されているまず製品 A の総量というものを持ってきてですねそれを仕分け場で分けていくという方式になります で種まき方式の方が動線が短くなるので効率的なんですね。はい、で、摘み取り方式ピッキングは商品ごとのオーダーソースをまとめて取り出した後オーダー別に仕分けることであると。で、これ積、摘み取りではないですね。種まきに関する話になりますので、こちらが不適切ですよと。まずここをバシバシっと不適切ですという形で指摘することが重要です。で、今回の問題、正解はアなんですね。 ASN を用いた入荷検品は ASN というのは事前出荷明細です商品の外箱に印字された ITF シンボルや根菜の場合に外箱に添付された SCM ラベルを読み取った情報と ASN と照合することで完了するということですでこちらもフォーカステキストには書いてあります、えー、物流戦略のところ、えー、バーコードですかね結構後半かなと思うんですが 1> 1ページですね ASN の仕組みなんですけれども SCM ラベルというのは商品の箱に貼り付けている宛てながみみたいなものです。というのは事前出荷明細というもので商品が納入される前に納入先にデータでで送るんですね2日後にこういう商品がいきますよ何個いきますよみたいなものを事前に知らせておくと。 で、ここでの情報と、実際に入ってきた SCM ラベルの、その箱に貼り付けられている番号、これをピッ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 と読み取っていって、正しければですね、えー、あじゃあ納品漏れないなとかっていうのを、えー、することができるわけですね、把握することができますよと。なので、こちらの選択肢に書いてある通りです。性能を用いた入荷検品は、その外箱に印字されて ITF シンボル。 であったりとか、えー、そのそ外箱に貼られた SCM ラベルこの情報とですね ASN を照合することで完了するとなので入荷検品作業が効率化しますよというような形です。 はい。というような形ですね。で、なので、まあ、B ランク、C ランクの問題であっても、やはりテキストにはあるわけですね。もうフォーカステキストで十分ですよという形です。なので、このフォーカステキストの内容ですね、いかにこう噛み砕いて理解できるかというところだったりとか、えー、ちょっと細かい部分というところもですね、しっかり、えー、頭の中に注意するというところができているかどうか。ここで差が分かれるわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、最後にですね、えー、じゃあ、その、 学習法というところで簡単にお話をさせていただければなというふうに思います。はい、えー、まずですね、えー、よく、えー、ありがちですね、特に独学の方だとよく陥りやすい、まあ、独学の方に限らないか、えー、テキストを読み進めること、これを目的にしてしまう方って結構多いんですね。えー、一次試験で、ね、重要なことは、基本知識を正しく理解、整理、定着できるかどうか、ここがポイントになるわけです。 で、陥りやすいこととしてえ、その日の学習の目的がテキスト、何ページ読み進めるってなってしまうことなんですねで。重要なのはテキストを読み進めることではなくて、内容を正しく理解しえ、暗記する。もう頭の中にいて定着させることというのが重要なわけですね。なので、えっ、ー、と何ページを見捨てるではなく、読み進める。ではなくて、今日はここについて理解する。 という,ような形ですねここさっき言った保全のあの図を覚えるとかっていうような目的を意識を持っていただきたいんです。はい、なのでそのようなですね学習を進めていただきたいなと思います。そして問題演習ですね問題演習に注力して知識を使える状態にしてほしいなと。 1次試験の場においてはですねやはりなんとなく知ってる問題を解いてる時になんとなくこれ知ってるけど思い出せないというのがですね致命的になってしまうわけですで何な,ならばですねその基本知識で対応できる問題というのは A ランク B ランク問題が多いのでこれらの問題というものをですね確実に正当することこれが重要なためですねこのなんとなく知っているけど思い出せないっていうのが致命的なんです なので、過去問演習であったりとか、答霊を中心にですね、問題への対応力を高めていただきたいなというふうに思います。特に過去問については、先ほど物流でもお話ししたんですけれども、同じような問題、これが繰り返し問われることが多いので、問われた論点については、欠かさずに整理していただきたいなと思います。 はい。なので、えっと、基本的な私の考え方は、えー、運営管理を攻略する上では、このフォーカスにおけるインプットと、えー、過去問におけるアウトプットで全然十分かなというふうに思っています。ただ、その学習を助ける上でですね、その講座として、えー、お伝えしているのはですね、先ほどこうイメージしやすい形で、えー、講座の内容は噛み砕,砕きやすい形でお伝えしたいなという形で、えー、講義では伝えさせていただいております。 またですね、講座のコースの中では、その答案練習であったり、模試というところもやっていきますので、全部で150問ぐらいですかね、各科目、まあ、科目によって異なるんですけれども、運営管理で言えばやっぱ150問ぐらい問題演習を行いますので、そこの対応力というものはですね、高められるのかなというふうに思います。はい、なのでですね、もう、 どのよよううな学習法をしようと、えー、知ってもでですすね目的は一緒ですやはり今年、えー、来年か、えー、来年度の、えー、一次試験に合格するという目的は一緒かなというふうに思いますのでまずはこのフォーカスの内容で十分ですよというところは分かっていただけたかなというふうに思いますのでもしですね、えー、学習につまずいてしまったよとか、えー、もう少しこう、えー、深くえ知っていきたいよということであればぜひですね講座の方もご活用いただければなというふうに思います。 はいではですね今回の特典映像こちらで終了させていただきますえ皆さんお疲れ様でした